Yo guys, this is Drunk Animation, aka Wookie. Join the Drunk Animation Guild and the Discord. The link's down in the description down below. Right there. You see that? See that button right there? Click it. Join the and click the link. And also, if you want to watch more of me, the amazing Drunk Animation, my Twitch channel is also down below. And it's also in the description down below. Right there. I told you. Right there. Down there.
よかった、無事だったんだな。お兄ちゃん、また来たの？当たり前だろう。こんな時にお前を放ってなんか置けるか。またほら、すぐそうやって乱暴な態度取って。だから、俺はお前を心配して。カイト、言い方。いや、すまない、頭ごなしに叱って俺が悪かった。けど聞いてくれ、今は言い争ってる場合じゃなくて。今度は潮らしい態度で懐柔しようとしてる。見え見えだよね。ねー、頼むから聞いてくれって。いや、どうせお兄ちゃんは危ないからそばにいろだの、早く帰ってこいだの言うんでしょ。うちここにいたい。ここでシャコモンとずっと一緒に暮らすの。ミュウちゃん、あなたはまだ分かってないのよ、ここがどんなに恐ろしいところなのか。そうよ、子供を狙う敵もいるし、正体不明の霧だってあるし。他はどうか知らないけど、ここはすっごく楽しいところだよ。今までいたつまんない田舎とは大違い。嫌な大人もいないしさ、周りは可愛いぬいぐるみみたいなのばっかで、うちをチヤホヤしてくれるし。それってジジモンやパルモンたちのこと？そうだよ、ジジモンはお兄ちゃんと違って言うこと聞くし、パルモンたちは可愛いし、うちはこの世界が大好きなんだ。おいおい、ここまで状況を理解してねえのかよ。これは説得に時間がかかるぞ。人を好きにさせすぎたかの。ミュウ、お前は分かってないんだよ。またそうやって決めつける。分かってないのはお兄ちゃんの方じゃん。うちが今までどんな気持ちだったか何も知らないくせに。ミュウ、お前いい加減にしろ。どうして心配してるのがわからないんだ。ほらまた、なんですぐ怒鳴るの。悪い。だからお兄ちゃんなんて嫌いなんだよ。ミュウ、よしよし、怖かったね。ミュウちゃん、君がカイトに不満を抱いているのはよくわかった。しかし、君を安全な場所へ連れて戻りたいというのは僕たち全員の希望だということを知ってほしい。何それ、なんで。知り合いだったわけでもないのに意味わかんない。知り合いかどうかなんて関係ないよ。ますます意味わかんない。大体さっきから危険危険って。ここには可愛い子しかいないのに。この世界には怖くて大きなのも大勢いるわ。はあ、クモみたいなおばちゃんが最初出てきた時はうちもびっくりしたよ。でもすぐシャコモンが助けてくれたもん。まあ、あの程度の相手を撒くのは簡単ですし。とにかくうちはここから離れないからね。シャコモンとみんながいればそれでいいもん。そのかわいいみんながひどい目にあったのは知ってる？え？遊園地に侵入してきた敵を食い止めるために、ミュウちゃんを守るために大勢傷ついてる。このままじゃミュウちゃんの言う可愛い子たちもみんなどうなるかわからないんだよ。さっき言ってばそこまで言っちゃうの。このままここにいたらどうなるかはっきり言ってあげないとダメだと思う。死んじゃったらそこで終わりなんだから。実際に俺はもう少しで死ぬって目にあってんだ。
ルケニモンだけじゃねえぞ。君やそこから出てくる手の化け物だっている。霧？手の化け物？そいつらのせいで俺はクネモンも死なせかけた。なあミウよ、お前の大事な仲間がそんなことになってもいいのかよ。な、何それ、死んじゃうって。バルモンとパタモンもやられちゃったの？そんなの信じられない。やだやだよ。ねえジジモン、嘘だよね、みんな無事なんでしょ？ミユちゃん、本当なんだ。それくらい危険な敵が来てるんだ。嘘。そんなの、だってここは安全で楽しい場所なのに。なんだ、今の音は。まさか、敵襲か？後ろが揺れてる。そんな、まさか天井が崩れてきてるのか。こいつはやべえ、みんなとっとと外へ出るぞ。お姉ちゃんこっちに。うん、私たちも急ぎましょう。破片も降ってきてる。でもサキちゃんをこのままには。どいてろ、サキは俺が抱えていく。心配するな。さあここは危険だ、みんな外に出るぞ。ついてきてるな。急いで城の外まで出るぞ。何これ、みんな、なんで倒れて。嘘、うち、こんなの。ミュウ、急げ、こっちだ。みんな、瓦礫に気をつけて。みんな、油断はするなよ。ここもいっぱい怪我した子。これ全部うちのせい。ミユ、目つむってろ。カイトの代わりに俺が手引っ張ってくから。
とか間に合った。全員無事に脱出できたようだな。サキさん、足は大丈夫？うん、もう平気。ありがとね、カイト。いや、こっちこそ。ミユをかばってくれて感謝してる。そのミユだけど大丈夫かしら。かなり参ってるみたいよ。そりゃそうだろ。まさかこんなことになるなんて思ってもなかっただろうしよ。俺もそうだった。けどよ、俺がちゃんとミユのそばにいればこんなことには。そうしてたらこいつはここが残酷な世界だって自分で気づくこともねえわけだ、結局本気で痛い目に遭わないと分かんねえこともあるんだよ。今はそっとしとくしかねえんじゃね。とにかくいつまでもここでのんびりしているわけにもいかない。敵のモンスターに見つからないうちにここを離れ。悲鳴。え、ハル、今なんて。あっち、悲鳴が聞こえる。聞こえる。今の声、パルモンとパタモンだよ。なんだ、向こうから何か来たのか。まずいよ、タクマ。すごく強そうなのが迫ってくる。この気配、ただものではないぞ。来たぞ、あいつらだ。ふん、人間の子供と一緒にいる連中がここにいるそうだな。獲物がいっぱい。なんか僕ざわざわする。なんだよあいつら、あの目つき絶対やべえよ。うちが知ってる子たちと違う。ミュウ、絶対にそばを離れるんじゃねえぞ。ガキどもは俺が。好きにしろ、俺はそっちはどうでもいい。ふざけたこと抜かしてんじゃねえぞ狼野郎が。なれなれしく呼ぶな。俺の名はガルルモンだ。君たちもアルケニモンの仲間なのか。あんなクズ連中なんて知るか。そうだな、まずはお前が一番骨がありそうだ。こいつ人間のコアッパどもと絆を結んでいるようだ。かなり強いぞ。みんなも気をつけろ。ファルコモン。お前たちの力、この俺に見せてみろ。ファルコモンは離せ。強い、この野郎。押し負ける。お前は助けに行かないのか。僕くそ、どうしてこうも役立たずなんだ。なんだ、お前たちの力はその程度か。がっかりさせるなよ。今のうちに。ガキどももらっていくか。
こっちに来ないで。やだやだ。ミュウから離れて。女王様に近寄るな。女王様は連れて行かせない。女王様を守れ。いかん、みんなやめるんじゃ。邪魔をするな。こっちに戻れ。これがアルケニモンが取り逃がしたガキ。俺がさせないわよ。そこをどけ。私たちが相手よ。かかってきなさい。さあ早く。でもみんなが、みんなうちを魔法使いだって信じてくれてたのに、うちを守ろうと戦ってくれたのに、うちまだみんなのために何もできてない。今はあなたが一番危険なの。だからお城の中でしばらく隠れて。逃がさんぞ。アグモンたちをもう倒したの？アオイたちに手は出させないわよ。軽く押しただけだ。あんな貧弱な連中だとはな。お前はどう？骨はありそうだ。ミュウちゃんにも手は出させないわ。震えながらでもよく言ったわ、アオイ。あとは任せて。私だってこ怖いよ。そうよ、可愛いだけじゃないの。くだらん。ガキどもが逃がす気か。俺の目的は人間の子供と契約したやつをぶっ倒すことだ。お前らみたいに悪趣味にガキを狩ることじゃない。ガルルも裏切り者。裏切るも何も、お前らの仲間になったつもりはない。分からないけど、舐めてるみたいね。今のうちに逃げた方がいいんじゃん。生贄のガキは連れて行く。おい、ミユはお前たちには渡せないぞ。人間のガキに何ができる。俺たちの大切な仲間に手出しはさせんぞ。ってしつこく立ち上がってきやがったか。昨日は不意をつかれて転んだだけだ。まだ負けちゃいないぞ。そらそら。ほほう、威勢だけはいい。だったら次は力の押し比べじゃなく、戦いの腕で実力を示してもらうぞ。望むところだぜ。Thank you.
子供ばかり狙って恥ずかしくないのか。な、何を言う。俺はそんな。あなたみたいに卑怯なやつ絶対に許さないんだから。僕だって卑怯だと。これでも食らえ。お前たちの攻撃なんざ痛くも痒くもねえ。おら！くそ、あいつなんて強さなんだ。どうしよう、お兄ちゃんが。やっぱりお兄ちゃんのこと心配なのよね。お兄ちゃんだもん、嫌えるわけないじゃない。でもあんな風に過保護にされるのも、ずっとつきまとわれるのも、いや、そんなだと思い出しちゃうじゃん。思い出したくないようなことまで。ミユがお兄ちゃんに辛く当たる原因、それなのね。それでもうちお兄ちゃんを。でもうち何もできないし。女王様はここにいてください。安心してください、私たちがあの人たちの援護に向かいますから。え、いくよ。鬱陶しい。またみんなが。シャコモン、うちどうしたらいい。みんなうちのことを本当に女王様と信じて守ってくれてるのに、うちは何もしてあげられてない。ミユはどうしたいの。うちみんなを、お兄ちゃんを死なせたくない。みんなを騙したまま、お兄ちゃんと喧嘩したままお別れなんて絶対に嫌。今度はうちがみんなを守りたいの。シャコモン、お願い、お兄ちゃんを助けて。目障りなんだよ。それじゃ行こうか。
だね。絶対に勝つんだ。ヤタガラモン、すべては整った。邪魔をするな。べきか。強そうな奴をやっつけたぞ。俺に任せておけ。
うべきか。違いすぎる。次は負けん。あの野郎、負け惜しみって逃げやがった。そうか、あいつにはまだ余裕は見えたぞ。むしろ逃がしてもらえたのは俺たちの方だな。チェ、気に入らねえぜ。俺たちではまだ全力を出すに値しなかったということか。もっと強いってこと？そんな敵にこれからも狙われ続けることになるの？タクマ、大丈夫？顔色が悪いよ。ごめん、ちょっと考え事しちゃって。考え事？ガルルモンはできればもう戦いたくない相手だなと思ってさ。タクマの言いたいことはわかるけど、それは難しいんじゃねえか。あれほど好戦的な相手ではな。おまけにあいつ、カイトたちと一緒に行動する俺たちに個人的な怒りを持ってるみたいだったしな。人間の子供との絆がどうのって言ってた。だからなおさら戦いたくないんだよ。だって戦えば必ずアグモンたちが標的にされるだろう。タクマ、僕たちは大丈夫だぞ。タクマたちを守るために戦うのが使命だと思うから。そいつの言う通りだぜ。俺たちがミノルを、みんなを守ることを否定しないでくれないか。だってよ、ここはおとなしく守られようぜ。わかった、その時はお願いするよ。けど僕たちもみんなを守るから。うん、それでこそタクマだな。やれやれ、危ないところじゃったが、お前さんたちのおかげで助かったわい。おてんば姫が来てからいろいろあったが、この遊園地を守ってくれたこと恩に着るぞい。ありがとう、人間の子供たち、そしてわしらの女王よ。うちは女王様なんかじゃないよ。ミュって呼んで。ほっほっ、ではここにとどまるのをやめて彼らと共に行くのじゃな。うん、いいよねお兄ちゃん。当たり前だろ。おかえりミュ。もちろん私もミュと一緒に行くからね。そんなの当たり前だよ。女王様を辞めてもシャコモンとはずっと一緒だもん。よかったね、カイト。ずっとミウが心配だ、ミウが心配だって言ってたもんな。妹心配するのは兄貴として当然だからな。無事にミウちゃんを救出できて本当によかった。これで一件落着ってところかな。さあみんな、帰ろうか。帰るってどこへ？そりゃ校舎なんだよな。
今の俺たちが帰る場所は。そうね。みんな急に元気がなくなっちゃったぞ。仕方ないわよ。葵たちが本当に帰りたい場所はここにはないんだもの。どうやら皆も元いた世界に戻りたいようじゃな。そんなの当然でしょ。私だってでもそんなのどうやって。さっきお願い、そんなに悲しい顔しないで。ごめんね、フローラモン。こればっかりは気持ちがどうしようもないの。こちらの世界には古来から時折人間の世界から子供が迷い込むようでな。何かの機会に人間の世界と我々の世界の境界が曖昧になる時があるようなのじゃ。境界が曖昧に？通常は固く閉じられている扉のようなものが開いてしまっている状態だろうか。まあ言い換えればそんなところじゃの。その曖昧な時に私たちこっちの世界に迷い込んできたのかしら。迷い込んだんじゃなく連れてこられたのかもな。誰に？どうやって？サキたちは元の世界からここにさらわれてきたってこと？どうなんだろう。無理やりに連れてこられた記憶はないけど、物理的な話じゃなくて引き寄せられたってことなのかもな。そうね、ここは普通の世界とは違うから。霧に飲み込まれたり、そこから化け物が出てくるなんて異常事態もあったくらいだしな。ハルとミユキはどうだったんだ？ここに来た時のこと何か覚えてねえの？何にも覚えてないよ。ないよ。そっか。はっきり分かったのは、今までにも僕らと同じように子供がここに迷い込んだことがあるってことだけか。ジジモンの話の通りならそういうことになるよな。そうだな。教授から聞いた獣神の伝承がこの世界と通じたものなら、過去に何度も人間の子供がこちらの世界に来ていてもおかしくはない。じゃあその子供はどうなったんだ？どこに消えたんだろう？僕は今までタクマたち以外の人間なんて見たことないぞ。僕もだよ。そういえば人間の子供を生贄にとかなんとか言ってたよな。あいつらだって突然そんなことを言い出したわけじゃないだろうし。もしかしてずっと昔からそんなことを繰り返してきたの？やだ。確かにな。子供さらいの連中もまたわしの物心つく前から存在するのじゃ。つまりそんな大昔から人間の子供はこっちの世界に来てて、ずっとあんな連中の生贄に捧げられていたってことですか？奴らなりに世界を蝕み破壊する霧からこの世界を救おうとしておるのも確かじゃ。事実あの手眷属と呼ばれておるが、あれに人間の子供が飲み込まれるたびに霧は静まり、この世界の破壊はやみ、虚無に飲み込まれた地の修復が進むのも事実じゃ。ねえさっきから生贄とか霧に飲み込まれるとか何の話なの？ああそうか、ミュウちゃんはあの霧のことを知らないのか。だからそれって何なの？
お前は知らない方が。中途半端に分かんない方が怖いよ。だからちゃんと教えて。カイト、ミュウの言う通りだと思う。話せることは話した方がいい。分かった。けど俺たちだってよく分かんねえんだよ。はっきりしてんのは、霧に飲み込まれたり、そこから出てくる手の化け物に捕まると消えちまうってことだ。消えるって何それ。死んじゃうってこと？なんでそんなの意味わかんない。だから言ってるだろ、この世界は本当に危険なんだよ。うちそんなの全然知らなかった。そんな、何がどうなってるんです。意味がわからない。子供を捧げることでそんな。わしに尋ねられてもそこは説明もできぬ。神の御業とでも言うべきかの。だがもちろんそのようなやり方には賛同などできぬものも多い。例えばわしやこの園内におる者、お主らと共におる者たちもそうじゃろう。そうたま、あんな奴らにタクマを渡したりしないよ。私だってそうよ。俺だってだぜ。でもそれはつまり、こっちに迷い込んできた子供たちは誰か生き延びているようにも思えないし、みんなあの連中に生贄にされたってことですか。ここはわしにも何とも言えぬな。そうそうめったに来るものでもなし、また気がつけば生贄にされ、あるものは消え。消える？過去には幾度か次元の彼方へ行き来したものもおったとは聞く。それは本当ですか？じゃから詳しくはわしも知らぬ。わしが世界の外に出られたわけでもないしの。いや、でも、そうだよ、そうだ。伝承が俺たちの世界に残っているからには、戻ってこれた子供がいるってことじゃないか。あ、そうか、そうだ。過去には僕らの世界に戻れた子も、僕らの世界に行けたモンスターもいたかもしれない。獣神の伝承が残ってるからには、そう考えてもおかしくはないよな。うん。それはつまり、ことによれば俺もミノルの世界に行けるということか。楽しそう。私、先のいた世界を覗いてみたい。じゃあつまり帰る手段だってあるかもしれない。そこで一つわしも思い当たることがある。これはとある者から実際にわしが聞いた話じゃが、世界の境界を曖昧にする術があり、それを使える人間がおるそうじゃ。その術によってかつてこの世界から人間の世界に戻った子供がおる。わしが話を聞いたそやつは目の前でその教会の扉が開くところを見たそうじゃ。それはあの変な手のお化けに飲み込まれて消えたわけじゃないんです。それとはまた違う話だと言っておったの。どうしてそんなことがわかったんだ。人間と絆を深めた者はある種の感覚を共有しておっての。その相手の居場所、動向、生き死ににも敏感に感じ取れるそうじゃ。なので扉の向こうで元気に生きておることは分かったようじゃの。まあその感覚は
いつまでも続くものでもないそうじゃが。それじゃあ一緒にいた子供と別れちゃったの？今の話の流れで言うとそうだろうな。僕はタクマとそんな風に別れるのは嫌だな。アグモン、タクマに元の世界に戻っちゃ嫌だなんて言ってるわけじゃないからね。もし戻れるなら僕もタクマの世界に連れてってほしいんだ。そうだね、もし一緒に戻れたなら。うん、ともかくわしの知ってる話はそんなもんじゃ。じゃあひょっとして、ひょっとすると帰れる可能性だってゼロじゃないのね。よかった。おいおいおい、こりゃとんでもねえ朗報だぜ。ミュウ、聞いたか、戻れるかもしれないんだぞ。もっと嬉しそうにしてもいいだろう。だってここの遊園地の方がずっと楽しいし。これで元の世界に帰れるかもしれないな。喜ぶのはまだ早いんじゃないかい？え、どういうことです？ジジモンさんの説明は聞いた話ばかりじゃないか。わしは知っておることをすべて話したがの。事実かどうかもわからない、何の確認も取れていない話でしょ。その不思議な感覚でつながるという話も僕にはまだ信じられません。修士、確かに、しかし何の証拠もない話ではない。今の話に挙げたもののことじゃが、奴が人間の子供と仲睦まじくしておった姿はわしもこの目で何度も見たのじゃ。大昔のことで記憶も曖昧じゃがな。そしてもしその子供が生贄にされたのなら、そのものもまた無事では済むまい。絆を深めたものは運命ももろともとするのじゃ。そんなそやつはまだ生きておる。ここではない世界でその子供が生きておる証じゃ。あの時はクネモンも危なかったんだよな。聞け。いや、気にするっつうの。悪かったな。もうあんなことにはならねえよ。キン！でもそんな術なんて本当にあるんですか？信じられない。まあ確かに信じられないよな。元の世界とこの世界の境界を曖昧にする術を人間の子供が使うなんてさ。どうじゃろう、それは結局生贄の儀式や世界の境界について詳しいものに聞くしかあるまい。詳しいものっているんですか？そんなの。この世界を滑るものとの関係が深いであろう子供さらいの連中くらいかの。あんな奴らに？冗談じゃない。待ってください、この世界を滑るもの、何です、それは。神とか創造主とかとはまた少々意味合いが異なるが、これは一つの言い伝えじゃが、我々の世界を滑る存在がおるそうじゃ。要は神羅万象を管理する者、見守り正すという存在じゃの。もしやするとその存在に問うことができれば、あるいは願いが叶うかもしれぬが。ぬか喜びさせるようなことはやめてください。結局そんなのますます根拠も確証もない話です。そんな神様みたいなものを出されても
雲を掴むような話じゃないですか。そうじゃの。しかし滑るものはともかく、子供さらいの連中ならどうじゃ。アルケニモンやガルルモンたちに話を聞くんですか。少なくとも奴らは祭壇に子供を捧げ眷属を呼び出す術は心得ておる。だとしてもですよ、あんな連中に話を聞きに行くなんて、それこそ自殺行為では。そうよね、今日だって本当に危なかったんだもの。でもさ、ワンちゃんあのガルルモンとかいうやつなら話せそうじゃね。ミノル、本気で言っているのか。あいつがどれほど恐ろしいやつだったか、まさか忘れたわけではあるまい。でもガルルモンってやつは私たちを見逃そうとしてくれたわよね。それに途中で仲間割れもしていたわ。もしかしたら僕らの話を聞いてくれる奴らもいるかもしれないってこと。ありえん話ではないと思うがの。しかし、
なりガルルモンたちに接触しなくても他の方法を考えることはできないかな。他の方法って何か案があるの？例えばだけど、ジジモンの知り合いって人に当時の話を直接聞きに行くとか。残念じゃが、あやつの今の居所を知らんのじゃよ。じゃあダメじゃん。それじゃあこの世界の他の人たちに知ってることはないか聞いて回るとか。それこそ危険じゃねえか。どんなやつがいるかわかんねえんだぞ。この世界にもいいやつ悪いやつ、すぐ喧嘩するやつっているからね。そうか。それに知ってる人がいるかどうかもわからないとなると現実的ではないのかも。となるとやっぱりガルルモンたちのところに行くしかないか。結局それしかないってことだよな。アルケニモンのやつも昨日思わせぶりなこと言ってたし。私たちのことをニエって呼んでいたのよね。ニエ、生贄ってことだよな。世界の破壊をそれで正すということは、それはその管理者とも通ずるということじゃ。奴らならば何かわし以上に詳しいことを知っておるのかもしれぬ。何にせよ、やつらにしか手がかりがないなら力ずくでも問いただしてみる価値はある。やめようよ、すぐそうやって喧嘩っ早いこと言うのは。ねえ、本当お兄ちゃんは野蛮なんだから。他にどんな方法があるんだよ。おっかないし、ろくでもないやつらだけど、会話もできなくもない相手だし、うまく説得とか交渉もできるかな。そもそも話の通じるやつらじゃないんだ。痛めつけて聞き出すしかないな。だからってそんな。悪いけどそこは俺もカイトと同意見かな。でもあいつらとどこでどうやって。待っていればまたさらいに来るだろう。それだとこっちが一方的に不利な時に襲われることだってあるしな。あまり推奨はできんな。俺の性にも合わねえ。ハルやミユキ、それにミュウが一緒にいることを考えればなるべく危険は減らしたいよな。僕とお姉ちゃんはずっと校舎で待っててもいいよ。いいよ。それはダメだ、僕は認めない。そうね、こっちから乗り込むのはどうかしら。乗り込むって奴らの根城がわかるのか。見当ならついているわ。あいつらが来た北の方向だと海に出ちゃうのよ。だったらその先には。海って、ああ、島になってたんだよな、ここは。ってことは、待てよ。もしかして。海を渡って乗り込めばいいってことだな。しかし、どうやって。船や飛行機があるならともかく。船とか飛行機ってなんだ。水の上に浮いたり、空を飛んだりする乗り物のことだよ。アグモンたちは、そういうのを見たことない。ないよ。残念ながら俺もないな。というよりここにいる誰も知らないと思うぞ。やっぱりそうだよね。ロープウェイや遊園地まであるんだから、もしかしてと思ったが、そう甘くはねえか。海の近くだったら泳げるやつもいたはずだけど、まさか連れてってもらうってわけにもいかねえよな。
とても現実的な話ではないと思うわ。その泳げるやつっていうのが巨大な亀で、背中に乗せてくれるっていうなら話は別だけど、海に潜っていくようなモンスターだったら私たち息が切れてすぐ溺れちゃうしね。一体どうしたら。祈る？なんだよ急に。俺すっげえいいこと思い出したかも。すっげえいいこと？前にダムに行った時に地下へ続く入り口みたいなのを見たの覚えてるか？やたら目立つ模様の入った扉があったとこ。もしかしてだけど、あそこを通って海の向こうに行けるんじゃねえの？あの地下水道か。そうそう、あれって地下水道っていうか海底トンネルになってるんじゃね。確かに方角的には合っているかもしれん。しかしあの扉は鍵がかかっていて開かないようだと言っていなかったか。ひょっとするとこれがお主たちのお役に立てればよいのじゃが。ジジモン、これ何かの鍵みたいだけど、というかこの目立つ模様って確かあの扉に書かれてたのと同じやつじゃ。ここを襲ってきた連中が懐に忍ばせていたものじゃ。何に使うものなのかはわしには皆目見当がつかなんだが。これビンゴじゃね。どうだろうな、まずは行って確かめないと。うん、ひとまずこれで僕たちにも新しい目標ができたね。うん、そうだね。まずはこの鍵が使えるかどうか、それを確かめるんだ。それから地下水道を通って海の向こうへ行こう。元の世界に戻る方法か。たくま、まだ寝ないのか。ハグモン、ごめん起こしちゃった。大丈夫だよ。たくまは考え事してたの？考え事っていうか、ようやく自分たちのいた世界に戻れるかもしれないって聞いたからちょっと興奮してるのかも。そっか。みんなもご飯の時はいつもより元気だったもんな。確かにそうだったかも。ミノルなんてようやく漫画が読めるってワクワクしっぱなしだったしな。まあ、あの後みんなすぐ寝ちゃったけど、今日はみんないっぱい頑張ったからな。そうだね。でも僕はタクマが一番頑張ったと思うぞ。本当？本当だよ。だってタクマはすごいんだ。僕の自慢のパートナーだよ。アグモンも僕の自慢のパートナーだよ。僕今すっごく嬉しいぞ。ありがとうタクマ。どういたしまして。あれ、二人ともまだ起きてた。さっきとフローラモンじゃないか。二人してどうしたんだ。どうしたっ
ってわけじゃないけど、明日のこととか話してたんだ。なんだ、僕とタクマと一緒だね。考えることは一緒か。もしかしてサキ、不安なのか。どうしてそう思うの。サキがやたら元気そうにしてるときって、実は不安なときが多いんじゃないかと思って。すごい、タクマどうして分かっちゃったの。そんなこと言えちゃうくらい私のこと見てるとか。え、いや深い意味はないんだけど。冗談だって。タクマってこういうときすぐテンパるよね。でもちょっと嬉しいかな。どうせそれも冗談だって言って笑うんだろ。今度は真面目に言ってるの。だってさ、自分のことをちゃんと理解しようとしてくれる人がいるってやっぱり嬉しいじゃない。僕もタクマが僕のことを見てて分かってくれると嬉しいってなる。私もサキにもっと私を知ってほしいし、サキを知りたいと思ってるわよ。ありがとね、フローラも。さーて、いい加減寝るか。明日も一日忙しくなりそうだもんね。そうだね、僕らもそろそろ寝ることにするよ。そう、じゃあおやすみ。タクマ、戻らないの？もう寝るんでしょ？ああ、今行くよ。明日に備えて、しっかり寝ないとな。違うんです、父さん。修二、私もよくよく嫌われたものだな。違います、そんな父さんのこと嫌ってなんかいません。ではなぜ香山の男子としての能力を示すことができんのだ。次こそは必ず父さんの期待に応えます。修二、お前の分まで僕が頑張るから、お前は無理をしなくていいんだ。兄さんは黙ってろよ。兄さんに僕の気持ちが分かるはずがない。兄さんには僕みたいなできない人間の気持ちなんて分からないんだ。最初からやりたくなかったんだ、僕にできるわけないのに。なんで誰も言ってくれなかったんだ。できないならできないって教えてくれよ。分かってれば僕だってこんなことしなくて済んだのに。修二よ、なぜ諦める。お前はそれでも私の子か。違います、父さん。何が違うというのか。分かってます、僕は父さんの期待を裏切りません。本当です、信じてください。僕だってできます、兄さんと同じくらい。だって僕は父さんの息子ですから。だからできます、できるんです。そんな目で見ないでください。怒らないでください。お願いします、何でもしますから。頑張ります。だから僕を見捨てないでください。父さんを満足させます。父さんのために頑張ります。嫌だ、見捨てないでください。
お前はどうして変わらないんだ。そんなんじゃ同じじゃないか。父さんに怒られた時の見捨てられるしかない僕と。見つかった？それがなかなか見つからなくて。葵さんはどうだった？私も見つけられなくて。ダメね、私。そんなことないわ、葵はちゃんとやってるもの。ありがとう。僕たちも見つけられなかったし、気にしなくていいよ。そうだよ、気にしない気にしない。二人は来てたんだな。うん、特に何も見つけられなかったけど、そっちはどうだった？俺の方もダメだった。校舎って意外と役立つものがないんだな。どうなんだろうな、他のみんなは。来てないけど。おはよう、みんな。おはようございます。修二さん、大丈夫ですか？顔色悪いですけど。寝てる間、上事みたいなこと言ってましたよ。悪夢でも見てたんすか？いや、大丈夫だ。悪夢なんて見るわけないじゃないか。いや、でもその顔色は。何が起こるかわからないところなんだぞ。お前を一人にできるか。いいからついてこないで。おい、ミユ。あの二人は変わんねえな。安心できそうだよ、俺。いや、和んでる場合じゃないだろう。喧嘩してるなら止めないと。何をしてるんだ、まったく。ちょっと、修二さん。この二人、いつまでもそんな調子だとみんなが困るんだぞ。うるせえな、兄弟のことに首を突っ込むな。二人とも落ち着いて。ミュウもお兄さんのことを邪険にしないでさ。うちは悪くないもん。修二さん、二人はこれで仲がいいんですし、あまりきつく言わなくていいと思います。そうは言うけど、とにかくあんまり揉めないように。あれ、みんな揃ってるんだね。私が最後。なんか雰囲気悪い。大丈夫だよ、せっかくみんなが揃ったし、成果を確認した方がいいかな。そうしよう。タクマ、僕が仕切るよ。お願いします。なんだか大変だね、人間って。みんな葵みたいにいい子ならいいんだけどね。今はまだ仕方ない、信じて見守るだけだ。そういうものかしらね。つまり目立った成果はないということだね。僕たちには明確に敵がいるのに、これはまずい。あいつらの狙いは俺たちを生贄にすること。そもそも管理者って一体何なんだ？その人が元凶ということなの？要するにあれだろ、悪の親玉なわけだよな。そいつに会えばいろいろわかるんじゃねえの？会うって敵のボスにか。冗談じゃねえぞ、どう考えたって危ねえじゃねえか。それって敵のアジトに乗り込むってこと？そんなの絶対危ないじゃん。そうよね、
私もちょっと怖いわ。何言ってんだ、行くしかねえだろ。俺たちは何も知らない。敵のことも襲われる理由もこの世界のことさえも。そんな状態じゃ身を守ることもできやしねえ。とっとと相手の本拠地に乗り込んで知ってることを洗いざらい吐かせるべきだ。まあ言ってることはわかるけど。いいじゃんいいじゃん、ラスボスに殴り込みだ。お前は留守番だ、ミュウ。はあ、なんでよ。危ないからに決まってるだろ。私たちは心配しないくせに、ミュウちゃんにはほんと過保護なんだから。ちょっと待ちたまえ。やっぱり敵の本拠地に乗り込むなんて認められない。危険ではないか。あー、出た出た、また始まったよ。我々がいるのだから多少の危険は問題ないと思うかな。うん、タクマは僕が守るぞ。ま、それなりに修羅場はくぐってるしね、私たちって。それにこんだけ数がいるんだぜ、余裕だっつの。あー、確かにフローラモンたちがいれば平気かも。こいつらの力があればちょっとやそっとのことくらい問題ねえだろう。それは君たちの獣が強いからそう言えるんだろう。とにかく反対だ。わざわざ危険に飛び込むことはない。他の方法を探すべきだ。いいや、今はこれが最善だ。敵の本拠地に乗り込んで手っ取り早く情報を聞き出すべきだ。なあタクマ、これまとまらねえんじゃね。お前の意見言ってみてくれよ。本拠地に行くべきか行かないべきか、今はまだどっちがいいとも言えないよ。何それ、優柔不断じゃない。いやだってしょうがないだろ。本拠地に行かないとしても他の案もないわけだし。それはそうよね、安全は大事だけどこの世界の情報だって大事だし、結局はどう安全に外を探索するかということになるのかしら。そうだね。それで困ったことに、今僕たちが知ってる情報源は一番危険な敵の本拠地だけなんだ。そうすると、もういいじゃん、さっさと乗り込もうよ。
シャコモンたちがいれば平気でしょ。そうね、危ない時は私たちに任せてくれればいいわ。君たちはそうやって僕の意見を無視して、僕の獣が弱いからか、僕が戦えないから。僕は常に正しく強くあり、みんなを導いていかなければならないのに。修二、大丈夫？とにかく僕たちには敵がいて戦わないとならない。そのために協力しないとならないんだ。僕たちが無事に帰るためにも。帰れる可能性はあるんだもんな。わけわかんないまま生贄にされるなんて絶対に嫌だもんね。僕はもう一度校舎内を探しに行く。みんなも何か対策しておくように。待ってよ。何も見つからなかったって話だったじゃん。そういう言い方は良くないぞ。修二は立派に務めを果たしている。修二さんは頑張ってるわ。私なんかよりよっぽど。葵はちゃんとやってるわ。自信を持って。ありがとう。ねえタクマ、僕たちはどうする？物を探すのも大切だけど、みんなに話を聞いて状況をまとめたいんだ。アグモンは自由にしてていいよ。分かった。Remember to watch anime and read manga.